いや、今回のバルキリー、めちゃくちゃかっこいいね。そして、ソー、ラブ&サンダーのウェーブ全員揃えるとこんな感じ。皆さん、こんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。7月に入りましたね。皆さんは暑さでぐったりしていませんか？僕は今日も元気です。さあ、マーベルレジェンドシリーズ、ソー、ラブ&サンダーも残り一つとなりました。最後はね、やっぱりアスガルドの王に飾っていただきましょう。ということで、今回紹介するのがこちら、キングバルキリーでバルキリーことブリュンヒルでは、サノスとの決戦後、ソーに神聖アスガルドを託され、新たな王となりました。予告編ではね、一応政治的なこともいやいややっているようですね。でもそこはアスガルド最強の戦士バルキリー、愛用のドラゴンファングを片手に今回も大暴れしてくれるんじゃないかな。そんな彼女がどんなフィギュアになったのか、早速パッケージから見ていこう。ああ、そうそう、今回は工具も完成するんで、こっちも紹介していくからね。箱はラブさん仕様で、キングバルキリー。横は勇ましく剣を振るバルキリーと、後ろ。バルキリーの説明書きどうぞ。ビルドパーツは3番。最後はやっぱり頭でいきたいよね。武器もついてます。下と上、下は開けていきます。いらっしゃい。ブリスターには本体と武器と、工具の武器飛んでくことってあるの？ テープで止まってるんじゃないのかな。まあいいか。はい、これもついててね、工具の顔がついてると。今回ほんとマントキャラ多いね。お、髪の毛もめっちゃくちゃ長いです。これ取れんの？これ取ってみようかね。よいしょ。ほっほっ、曲げれば何の問題もないと。よいしょい。はい、新しいアーマーに身を包んだバルキリー。これもね、かっこいいですね。まだこの真っ青なマント、ここね、端っこがキュルンって上がってんのがいいね。それじゃあね、じっくりと見ていこう。まずは付属品から。武器は竜の牙から作ったと言われるドラゴンファング。刃の部分に施されたモールドが素晴らしいですね。塗装はシルバーでエメラルドグリーンが吹き付けられているようです。グリップの部分は白。どうやらここが成型色のようですね。横にエンドゲーム版バルキリーのドラゴンファングを並べてみます。造形がだいぶ違っていますね。剣がパワーアップして今回のようになったのか、はたまた剣自体が別のものなのか、それは映画本編で明らかになるでしょう。今回残念なのはね、剣を収める鞘がついていないこと。なんでね、こう前回のもの持ってきたんで、刺せるかなと思ったら、これまた残念。ここまでしか入んないんだな。お次はビルドパーツ、工具のヘッド。つぶらな瞳に口を真横に結んだ、ちょっとね、真面目な表情の工具ですね。いやー、顔つきも いいですね。そっくり。岩のモールドも細かくていいです。後ろはこうで、上はこんな感じ。では最後のパーツ、いくぞ。合体と。ははは。やっぱ最後はね、頭でいきたいよね。ソーにはね、もうなくてはならない親友の工具。これをね、完成させないっていうのはなかったね。いや、これ素晴らしい。体も大きくて。でね、足が開いてたね、問題は、まあ、お湯ぽちゃして、こうずっと足を閉じた状態で挟み込んで置いていたら、なんとか解消しましたね。普通に立っているように見える感じに
なりました。いや、嬉しいな、これ。かっこいいしね。最高です。とりあえず工具は横に置いておいて、ね、武器を見ていこう。こちらはゴツゴツとしたコンボですかね。金の成形色に灰色の塗装がされていると。これ銃にもなるんだっけ？こんなところにね、造形があって、柄の部分はこの銃口のような作りになっています。以前に出ていた工具の武器と比べてみると、全く作りは同じですね。はい、こういったところも同じだし、先の部分も同じです。塗装が違っていますね。前回のものは灰色の部分がこれ成形色で、金の部分が塗装になっていて、全く今回と逆になっています。あとはね、この部分が塗られているか、塗られていないかって感じかな。次は造形を見ていこう。演じているのはテッサ・トンプソン。顔のパーツ一つ一つの出来はいいですね。目のプリントも綺麗ですし、キリッとした眉毛、ね、唇の造形も素晴らしいです。ちょっとね、口角が上がって若干笑みを浮かべているようにも見えなくもないですね。まあね、もうちょっと気だるそうな顔してても、まあバルキリーっぽくて良かったかなとも思います。で、何よりこのフィギュアいいのが髪の毛のこのドレッドヘアっていうんですか？これすごいよね。毛束のモールド。そして、もう後ろ髪のこの長さたるや。めちゃくちゃすごいでしょこれ。裏側もちゃんとモールド細かく作られてるんですね。これすごいよ。で、こうやってね、塗装、青い塗装もこんな風に入ってて、本当にこれ劇中ね、同様おしゃれにまとまっています。でもこれ稼働にはだいぶ干渉しそうだけどね。体は新しいデザインのアーマーを着込んでいます。これはポスター画像通りのデザインですね。造形細かいですし、塗装もしっかり塗り分けされていて、特にこの胸の中央のマーク、これ一本一本白で塗るの大変だったろうね。いや、素晴らしいです。で、ここにはね、隙間があって、たりとなかなか塗装が難しいこの造形ですけれどもね、こういうところはだけちゃって穴開いたのかな、肌が見えてるっていうね、こういう塗りムラはね、マーベルレジェンドあるあるだよね。まあ、こういうところは仕方ないかな。肩から腕にかけてはノースリーブ仕様でもね、しっかり引き締まったこの腕、素晴らしいですね。で、手首の部分にはこのグローブしているんですが、こういったところの金具までね、シルバーの塗装がね、されているのが素晴らしいです。後ろはこんな感じ。髪の毛がちょっと邪魔なんで横に逃がそうかな。はい、こんな風に右側にね、キュンって、伸びて上がっているこちらデザインになっています。特にね、模様などはないですけれども、軟質素材で裏側はこんな感じですね。肩、この部分で繋がっちゃってるんで、今回マントは取り外しはできません。これよく見るとね、はい、ピンで、ここね、止まっていると。背中も見ていこうか。背中のアーマーはこんな感じになっていて、造形もしっかり作られていて、塗装もされてていいですね。腰回り、ベルトのバックルや金具、そして腰に垂れたこちらのベルトの鋲の塗装など、細かい造形がされていて素晴らしいですね。もも回りも、はい、こんな風に、デザインされています。ここちょっとね、金具のところに塗装がないんで残念だけれども、まあ自分で塗っちゃえばもっと映えるかもしれないね。こういったところも、いや、細かいモールド入って、てるんだね、素晴らしいです。そしてすね周りに移動するとシルバーのこのラインの塗装がめちゃくちゃかっこいいです。で、ね、ここにナイフが
ついてます。これもいいですね。ただポスター画像ではね、こう左右についていたので、ここはね反対側もつけてほしかったし、まあ、できればね抜き差しできたらよかったんだけど、まあそれは贅沢って感じかな。はい、足首周りもちゃんとこんな風に色がつけられてるんですね。はい、かかと厚底状態になっています。あ、後ろもこんな風に塗装がしっかりされていて、いや足回りめちゃくちゃかっこいいです。足の裏はこんな感じ。今度は可動を見ていこう。頭部は髪の毛があるけれども左右はよく動くし、傾きもいいですね。首はねボールジョイントになっています。下を向くとこんな感じ、まあ、若干ですね。で上はやっぱり髪が干渉して全然いきません。 Oh my goodness。 溝落ちの下でこちらもボールジョイントでつながっています。左右よく動いて傾きもいいですね。前後は前、はい、若干で、後ろはマントがあるけど結構いってくれます。ただね、若干ここのジョイントプラプラ気味なんだよね。これちょっとなえるな。肩は真横に上げると、はい、90度以上いっちゃいます。素晴らしい。でも上げるとわかるかな、脇の下がもっこりしちゃうんだよね。なんでこうなっちゃうんだろう。これはちょっとかっこ悪いよね。あと気をつけたいのがね、僕何にも考えずにこれ腕上げたらわかるかな、はい、ここのね、はい、パーツが引っかかっちゃったんでしょうね。ここ盛り上がっちゃったんでちょっと不自然になっちゃいました。こちらはねそうなってない場合ですね。なんで皆さんも腕上げるときこれしっかり中にね、はい、入れ込むようにしないと引っかかってここ出てきちゃうんで気をつけてください。もちろん前後よく回るし、上腕のロールが素晴らしいですね。で肘は二重関節で、わお、ここまでいきます。で手首はぐるぐる回って、右手は縦の可動がついていて、左手は内側外側の可動がついています。下半身は足を真横に上げるとここまで、開脚はこんな感じ。ももで左右のロールがあって、足を前に出すと、結構いきますね。いいでしょう。後ろはまあちょっとかな。膝は二重関節でここまでです。足首は上、いいですね。下はここまで。左右のロールはないけど内側外側にはよく動きます。工具の造形は各パーツごとに紹介してきたんで、可動を見ていこうかね。頭部は左右よく動きます。傾きも若干だけどありますね。上下は下、いいね。で上もバッチリ。体は溝落ちの下でボールジョイントでつながっています。左右よく動いて傾きも若干感ありますね。前後は前、これぐらいかな。後ろは結構いってくれます。腕を真横に上げると肩のゴツゴツした岩が干渉してここまでかな。残念だよね。でね、それ以上行こうとするとこの左手なんだけど、はい、こんな風にスポッと抜けちゃいました。これね、はめ直してもだから隙間ができちゃって取れやすくなっちゃったんだよね。なんであんまり無理に腕上げない方がいいと思います。結構これストレスだな。上腕でここ左右ロールがあって、二重関節で腕はここまで曲がるんだね。素晴らしい。手首は、はい、このプロテクターがついてますけど、まあ干渉上等でよく曲がってくれます。右手は縦可動がついていて、はい、左手は内外可動がついていると。で下半身はね、今いい感じの閉じ具合だけれども、改めて開くとここまでで、開脚がここまでいきます。ももで左右のロール、足を前に出すと、はい、ここまで行きますね。後ろはこれぐらい。膝を曲げるとここまで。足首は上若干だね。下もちょっと。こちらも左右はないけど内外でよく動いてくれます。
では遊んでこう。武器の剣を持たせてみようね。よ、こんな感じで右手ですね。右手しっかりと持たせることができます。で、これに左手をね、添えると、なかなか腕周りの可動が優秀なんで、かっこよく剣を構えさせることができます。うん、いいですね。で、鞘はついてないって言ってたんだけど、腰のこのベルトの隙間に剣をね、それっぽくこんな風に収めることができます。これなかなかかっこいいんじゃないかな。以前のバルキリーを持ってる人ならば、鞘だけならこうやってね、ここに収めておくことができるので、さらにそれっぽく見えますね。いや、今回のバルキリーめちゃくちゃかっこいいね。工具はね、武器のコンボをもちろん持たせられるんだけど、腕周りとかこの胸周りがゴツゴツしすぎちゃってね、胸の前でこの射撃ポーズを取るのは結構難しいんだけど、まあね、なんとか取れますね。トゥ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 ントゥ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 ン。大きさ比較、高さはバルキリーが 15.8 センチ、そして工具がもう少しで20センチいくんだけど 19.8 センチ。エンドゲームバルキリーと並べるとこんな感じ。今回の方が高さが若干低めになっていますね。そして肌の色が明るめになっています。アーマーはね、前回のものも結構これはこれでかっこよかったね。でも今回のスタイリッシュな感じも僕は好きです。顔が似てる似てないはどうだろうね。うん、こっちの方がだいぶ眠そうだからバルキリーっぽくあるけど、こっちもキリッとした感じで、まあ、どっちも甲乙つけがたいですね。工具はというと、ラグナロクバージョンのものと比べると、こちらは今回の方が背が若干高いですね。そして、肌の色っていうのかな、うん、この岩の色は今回の方がこちらも薄くなっていると。いや、どちらも衣装がね、だいぶ凝ってて、どっちの工具も最高だよね。顔を見てみると、うん、前回のものはこうニヤッとしていて、これも工具っぽくていいけど、今回のもね、うん、どっちもいいですね。そして、そう、ラブ&サンダーのウェーブ全員揃えるとこんな感じ。いやー、一体一体レビューすんのね、大変だったけど、いや、揃えてよかったね。僕はね、今撮影してる段階で、ラブ&サンダー1回見てきたんだけれども、本当に愛あふれる、とっても温かくなる、心がね温まる素敵な作品でした。ゴアも良かったし、マイティーソージェーンも良かった、本当ね。で、ソーでしょ、もちろん良かったし、バルキリー工具もやっぱりソーの横にはね、もう工具いないとダメだよね。で、ラベジャーズも良かった。いや、こんなね素晴らしい作品のこういう素晴らしいフィギュアをレビューできて、僕は本当に幸せだなぁと思いました。ここまでね、僕の一つ一つのレビューに付き合ってくれたみんなも本当にありがとう。いやー、今でもね、ガンズのスイートチャイルドオブマインが頭に流れっぱなしだよね。見た人はみんなそうなんじゃないかな。はい、それでは最後はポージング。というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介しましたこちら、ハズブロマーベルレジェンド、ソーラブ&サンダー、キングバルキリーとビルド工具。いや、バルキリーはスタイルが良くて可動も良好、特にこのね新規のアーマーがかっこいいよね。ちょっと
と首は長い髪の毛、そして体はねマントの重みでぐらつくところはあったけど、まあ、丁寧に扱えば問題はないかな。そして工具も新しい衣装が素晴らしい。塗装もいいですね。体や顔は以前のフィギュアの出来が良かったので、今回もね安心して揃えられました。おっとっと、ぜひ工具揃えたいなと思った人で足が開いてた場合は、僕みたいにねお湯ポチャしてからこんな風に足を閉じて矯正すると治りますんで、やってみてください。そう、ラブ&サンダーは絶賛映画公開中です。愛と自由にあふれた層の物語をぜひ体験してみてください。今回はここまで。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。励みになります。動画の最新情報はジェイズホビーベースのインスタグラム、ツイッターをチェックしてみてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。